ナギです。おはようございます。この頃だいぶ暑くなってきたので、外歩くのはぬくいんですけども、水分とってますか？俺つい朝紅茶作ってティー半分ぐらい飲んで、その後夕方帰ったらまだそれも残ってるというということは、まだ水分全然取ってないなという状況で一日過ごしてますね。カナダやばいらしいですね。まあ2リットルとは言わんけど、まあティーカップに 2,3 杯ぐらいは少なくとも取らないと体中の水分が循環しないので老廃物が溜まって老けますね。だから水分もできたら左右で体を冷やさないで取るのがいいみたいですけど、どうでしょうか。少なくとも取りましょうね。僕はもうちょっと自分で取らなあかんなと思いながら取ってないのをちょっと反省しています。次は浜松で、とらわれの貧しい心で、デビューしたての頃の曲なんで、よく思いが深いですね。いきます。疲れ果てて帰る夜道ではお前の優しい眼差しを思う。それからもきっと守り続けていくさ、お前と二人の静かな夜、怯えながら暮らす後悔では怪しげな顔したイカ様たちも同じような悲しみに疲れ生きているよ。迷いはそこで深くなる。そして囚われの貧しい心はたった一つの真実を見分けられないままで、同じところ何度もさまよい歩き続け、会う人わけもなく傷つける。そして囚われの貧しいこの国、
顔背けて犯してきた過ちの償いを全ての空へ、全ての人の上へと、子供たちの明日を巻き込んで、トラークの貧しい心で、ナギでした。ぜひまた遊びに来てくださいね。登録まだの人はよろしく。 See you.